バナコザさんに来ていただきました。どうもお願いしまっちゃお願いしまっちゃ。緊張します。あ、本当ですか。はじめまして。はじめまして。僕も緊張しております。すごい。そうです。こんなちゃんと並んでんのおしなこちゃん以来です。本当ですか、はい、すっごい。はい、じゃあ食べていきましょうかね。じゃあでも食べていっていいですか。はい。じゃあまず気になったのが、うん、このあのでっかいタバスコこれからちょっと飲んでいっていいですか。これこれあのすごい大容量でこれ800円ぐらいなんですよ。これはいいですか今回は。半分ぐらい並べちゃいました。初めて見たやつも、はい、さっきサムネでこれ加えたじゃないですか、うん、めちゃくちゃ美味しかったんでこれから食べてもいいですか。食べましょう。これすごいジントックのこれブルー初めて見た。これこうやってちょっと曲げて、うん、これ伸ばすんですかね。よくわかんないですけど、すごいこんな長いんだ。あのよくゴールテープで使ってましたね僕の幼稚園。あ、本当ですか。はい、あ、じゃあいただきましょう、はい、うん、うん、うまい、うまい、これ当たりだわ。めちゃくちゃ、うん、ちょっといもういいかな、もう。あ、でもすっごいうまい。じゃあ一旦、一旦ってのもおかしいか。一旦じゃないですね。だから苦手なんでしたっけ。苦手です。苦手なんですね、うん、全然辛ラーメンも砂糖水みたいな。マジで感じですよ。ラティア赤いじゃん。あ、これめちゃくちゃ美味しい。ラーティアはもう、うん、砂糖のボスで。マジできなこ棒みたいな。私も今日じゃあ修行して、じゃあ次これいただきまっちゃう。これ初めて見た。これ何を食べます。これ何を。あ、緑。じゃあ赤いきます。すごい今日全部ザラザラしてるやつですね。ザラザラって固めて同じ味か。うん、うん、なんだろう、なんだろう、なんか文房具にあったような、うん、で次この僕の家にあったジューシーソーダ、これ知ってます？初めて見ました。初めて見ました、うん、これ思って、何これ、何これこれ棒を取って真ん中につけて食べるっていうやつなんですけど、これ食べてください。めちゃくちゃまずいです。これまずいの。びっくりするよ。まずいですよ。酸っぱい苦手なんですよ。え、そうなんですか。本当にやめてほしい、これを作るのは。うわ、裏がすごい汚い。やだ。あの、気も切れてるんだよ。ねえ。今日2ヶ月ぐらいは切れてない、平均で。あ、うん。そろそろ、この流し込めたいですね、口の中のものを。まじゃないですか今の。うん、あ、うまい。初めて冷えての飲んだこれいつも常温だからこんな美味しかったね。これよかった。あ、うま。いつも常温のもの飲んだから次取りいきます。え、じゃあこれ。あ、いいですね。絶対美味しくない。じゃあ僕、じゃあ僕緑、あ、緑いきます。じゃないや、オレンジいきます。これ多分こうやって剥がして食べる。こういう遊び心っていいですよね、海外のお菓子は。はい、こうやって全部取ってから次にこの半分に切るんですよ。これは食べ方があるんですか。これあ、ちょっと食べ方が本社に問い合わせたんですけど、次に真ん中でこう切るんですよ。真ん中で切っていただいて、
特に落ちないんで、このままスプーンで包んじゃってください。これをパスタみたいに食べると美味しいって言ってましたね、うん、本社の方は。あ、振って、はい、巻いて巻いて巻いて、でもとりあえずこういや針金虫みたいな感じで。次は次どうやって次どうやって食べました迷子になったちょっと壁があるんで、まだあります、あります。あ、そうですか。あ、じゃあギアが5まであって、うん、今ギア2ぐらいの、じゃあもう6ぐらい、うん、6で6でいいですか。ギア6でとりあえず次これいっていいですか。はい、全部じゃあいただきまっちょ。うん、まずいここか加工するからね、可愛い声に。うん、あ、うまい。あ、これ飲むとうまい。うん、なんか周りの変なものが洗い流されて美味しい。酸っぱいの嫌いだから、ね、酸っぱいの嫌いだから全部洗い流されて丸裸にみたいな。うん、僕の気になったやつ言ってんすか、次。はい、次じゃあこのなんかガのさなぎみたいな、なんだろうこれ、気になる。硬い、めっちゃ硬いですね、これ。めっちゃ硬いです。うん、勝手なバカ野郎。硬いんだよ。ん？うん。あ、ラムネ？うん。なんだこれ。何？材料、なんだこれ。また僕らみたいなの多分買うんですよ、これ。うん。そろそろ、ちょ、しょっぱいのないっすね。あ、マーピーがありましたわ。マーピーがありましたよ、皆さん。コンビニで普通に、普通に、あの、プライベートで食おうと思ってたマーピーがありました、本当に。これは、これしましょうか。食べます、こういうの。え、食べません。あ、食べないんですか、普段は。そんなになんか辛そう。辛そう。あ、でもこれ、ま、ラー油っぽいような感じなんで、うん、ちょっとだけ手出して。え、はい。あら、こんな出ちゃったな。あらららどうすんのこれ。ちょっと出すぎちゃいましたねこれ。あ、でも美味しそう。あ、でも美味しそう。いただきます。うん。うまい。あ、でも結構ラー油効いてる。うん。美味しい。美味しい。あ、あの結構ピリッとするかも。わお。なんか木の実って感じ。次僕言っていいですか。はい。このグミッツェル。ね、これどうするの。あ、これ持って帰っていただいていいですか。全然。じゃあ、いいですか、グミッツ。行きましょう。グミッツ乾杯。これ、俺、これ。乾杯。グミッツが一番いい音なんですよね、うん、これ。美味しいし。うまっ。うん。グミッツは普通に美味しい。美味しい。うん。もうお腹いっぱいですね、僕。まだいっぱいあります。うん、これ後で CG で消せます。これもなんかばあちゃんちで出てきそうな。これもちょっといただきましょう。うん。これ日本の価値ですかね。なんか日本っぽい。え、次これ言っていいですか。恐竜の卵みたいな。これも初めて見た。すごいですね。つぶつぶ。つぶつぶ。うん。うん。一旦ちょっと、私あの、甘いんで、口の中。一回これで口ゆすぎますか。すごい。あ、リセットされました。やっとリセットされた。
うん。のあんま飲まないですか、普段。あ、飲んだことないです。あ、飲んだことないですか。はい、汗ぶわっとかいてきますよ。僕、ちっちゃいタバスコだと、1日3本消費するんで、うん、多い時だと。これが一番僕美味しい。これ好きですね。確かに、これ美味しかった。うん。うまっ。これちょっと後で買おう。あ、ドンキで買いました。ドンキですね。みんなも行ってください。このジュースって知ってますか、これ。え、何これ初めて見た。ありました。カリプソっていうか、ドンキに結構売ってるんですけど、これ、ね、僕作ったんですよ、実は。え？あの、中身も入ってたんですけど、うん、僕作ったんで、これちょっと飲んでいただけますかね、これ。え、行ってきます。はい。だけど自信作なんで。え、どんな味すんだろう。でも見た目はイチゴ味っぽくて、そうです、はい、これストロベリー味です、これ多分味はこれと似たような感じの、美味しそうです、はい、味せんやないか、あ、味付けし忘れちゃったで、いや、やらせてもらって作ってありがとうございました、すいません、ごちそうさまっちょ、あ、じゃないですね、こっちですね、いつも鳥さんがいるんですけど、はい、今日はいないですね、今実家にいて、うん、僕あの昨日旅行行ってて、で家開けちゃうんで、うんうんうん、今実家に預かってもらって、まあ近々取りに行くんですけど、なんか実家にもう1000個いるんですよ、え、そうなんですか、はい、今家族でみんな好きなんですか、そうですね、今遊んでて、うん、意外になんか一気統合したらしくてちょっともうちょっと遊ばせようみたいなもうちょっと俺ここにいたいみたいな、もうちょっと俺ここにいたいみたいな、なんならここで住みたいみたいな